ういっす、メイチです。こんにちは。今日はね、まあまたコペンなんだけど、まあ、なんでコペンの動画が多いかってさ、86って普通に車新しいからさ、あんまりこうなんていうの、どっかがやれてたりとか汚くなってたりとかあんましてないんで、あのついついね、今後もコペンの動画多くなるかもしれないです。でも86の動画もあのちょいろいろ準備してるんで、86ファンのみんなも今後も交互期待。何言ってんだかわけわかんないけど、今日はね、コペのこのヘッドライトが、まあちょっとあんまカメラだとわかんないのかな、黄色いんですよ。ちょっと結構だいぶね、だいぶ黄色いので、ドンヘッドライトリフレッシュって、これ前86の、まあ、そんな動画、あの動画あんま再生されてなかったんで見てる人いないかもしれないけど、ヘッドライトリフレッシュって、このライトオンって書いてありますけど、ソフト99って99なんていうか分かんないですけど、これの余りがあったんでちょっと使ってみて、で左右同じぐらい曇ってるんでちょっと比較してみましょうよっていうね。でね、でね、でね、今回これただ使うだけじゃないですよ。これね、1コート目がベースクリーナーっていうので、まあ要は黄色を取ると、で次がハードトップコートっていって、まあ要はクリアだよね。クリアをここにかけると、まあ保護のあれでかけるっていうのがあるんですけど、前回のあのコペンの内装塗装で余ったウレタンクリアをここに吹いていこうと思います。もちろん養生してね、やってみようと思います。こうやって1と2があるんですけど、2を使わずに2をウレタンクリアしてみるというね、まあ、大実験でございます。近くで一応取っときますか。こんな感じでね、なんかもう反、なんていうの、この反転みたいな、なんか、まあ、これはね多分取れないかもしれないけど、まあ、とにかく黄ばんでるわけですよ。うん、あ、ここと比較するといいんじゃない、なんかこっちフォグの方はあんまり、あ、こっちガラスだ、多分フォグの方はガラスですね、ガラス、あ、こっちガラスだ、こっち樹脂、あ、知らなかった、ここガラスですね。まあ、ここは綺麗な状況で、こっち見るともう全然違うでしょ、一目瞭然、全然違うと思います。ということで、ベースクリーナーやってみますか。振ってね、こういうのちゃんと振って使いましょう。いや本当ね、髪長いじゃん俺今、別にロン毛趣味なわけじゃなくて、コロナの影響でいつも行ってる美容院がマジでやってなくて、これどんぐらいつけるんですよ。出た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 、こういう液を専用クロスに適量つけてっていうね、適量って何なんだよっていつも思いません？料理とかでもさ、たまに適量ってありますけど、適量ってなんやねんみたいな。塗ります。意味よくせえ、全然落ちてかねえぞ。こうやってやった時の落ちなきゃダメだと思うんですけどね。あ、まあ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 、あ、でもなんか今洗車したての割には汚いっていうね。一応洗車したんですよ実はコペン。ちなみにこれ研磨剤ついてるんで、あんまりボディにつくのはよろしくないですよ。こんな感じでやればいい。どうなん、あ、でもちょっとずつちょっとずつね、こっちにこんだけ汚いのがついてるぐらいなんで、ホコリとかは取ったんでね。あと外出自粛、まあ、そんなしてなかったっていうか、まあしてないっていうかさ、その普段から別にそんな、なんていうの、外に出てこう運動してみたいなタイプじゃないからさ、あれなんだけどさ、なんか知らんけどこの2ヶ月ぐらいでめっちゃ太ったわ。タオルで一回取ります。いやめっちゃ微妙、あーでもどうだろう、やらないよりは全然、あ、いや左右で比較すると結構違うかもしれない。根気づきやりますか、やらないよりはいいかもしれんわ。だけど、あ、でもなんかこうやって見ると綺麗になったかもね。綺麗になったかもしれんわ。まあ私ね、コペンを買ってやっぱあの周りの人からそんなに車持って大丈夫だろうみたいな言われますけど、車が好きな人間とさ、そうではない人間のさ、金銭感覚の違いってすごくて、俺からするとまあもちろん車検がさあるから一概には言えないけど、例えばコペンだってね、車検でとんでもないところが壊れればものすごくお金かかるんだけど、車検を抜きとして普段の維持費ってさ、だって税金が、このコペンもあの
13年ルールが適用されちゃうんで、まあ、1万2000円ですよね、5月に来る税金が。保険はもうこれ俺の場合だけど月に4000円しか払ってないんで、まあ、車両は入れてなくて、まあ、対人対物無制限みたいな、まあ、最低限の保険だけですけど、まあ、それで十分かなっていう。車の値段が車の値段だし、そんなに車両保険かけたところでっていうのは正直な意見なんだけど、なんかそのお金ってさ、一回女の子とご飯食べに行ったら使っちゃうね、そんぐらい。そう考えると、まあ、実際ただみたいな金額じゃん。ただじゃないんだけどね、4000円かかるんだけど実際ただみたいな金額じゃないですか。だからさ、なんていうんですか、大丈夫なのっていう質問自体が意味わかんないっていうかさ、俺からしたら大丈夫やろみたいなそんな、いや例えば86もう1で持ったらさすがにきついよ。だって86の税金って5月の税金が3万9500円ですよ。で、まあガソリンも廃油で、これはレギュラーでそこは違うし、保険もさ、やっぱあっちは、まあ、言ったって車も新しいしそれなりの金額するんで、車両ももちろん入れてるから月に1万ぐらい払ってるんですよ。そう考えるとさ、そっから比べた時のコペンってさ、もう半分もないじゃん、半分以下じゃん。実ただみたいなもんやろマジで。みんなあれコペン買おうぜっていうじゃあ養生してウレタンクリア吹いてみますか。はい、とりあえずね、もう窓の方までずらっとね養生できたんで、まああっちまで養生してあるけど、ぶっちゃけ塗るとここだし、さすがに飛ばんでしょということで、いっちゃいますか。あ、すごいわ、すごいよ。ちょっといや、これね、まあ、新車とまではいかないですね、傷がついてるんで、もう小傷がついちゃってるんで新車とまではいかんけど、買って1年ぐらいの結構走った新車だって言われたら全然納得しちゃうわ。17年落ちのヘッドライトとは思えません。ちょっと近くで見てみますか。さっきのさ、黄ばんでたヘッドライトと比べて全然やばくない？超綺麗じゃない？俺顔映るで、顔映るで、ほら顔、あ、そっか、難しいな、顔映すのも、あ、ほら見えてるでしょ。か、まあこれはヘッドライトじゃないけどヘッドライトじゃないかまあそんぐらい綺麗ってことよ。めっちゃ綺麗になった。あ、やばいやばいやばい、コペン生まれ変わっちゃったわ。ということで、ちょっと反対側もやろうと思います。はい、ということでね、まあいい具合に両方綺麗になったのではないだろうか。いや本当にね、見違えるぐらい綺麗になりましたよ。動画でどこまで伝わってるんだか分かりませんけど、このやり方おすすめですね。そのさっきのね、ライトオンってやつやってから2番使わないでウレタンクリア拭くっていうね、まあ、あと耐久性ですよね、どのぐらいこう持つのか、まあ、保護の意味でのクリアなので、その辺もね今後まだまだコペン乗っていくんで、皆さん良ければ、チャンネル登録していただければと思います。はい、ありがとうございました。